こんにちは、書家の林拓雄です。毎年銀座で展覧会を開催しています。大勢の方にいらしていただきますが、難しいとか読めないとか見方がわからないというご意見をよく伺います。展覧会というとどんな印象があるでしょう。書の展覧会は当たり前ですが文字が書いてあります。日常文字は伝達のためのツールですから、これは文字だと思うと一生懸命読もうとします。これが最初の間違いで一つ目のポイント。なぜなら出品されている方でも書いている本人が忘れてしまって文字がわからなくなったりすることもあります。私たち本職でも他の人の展覧会で読みにくかったりわからない字があることも一度や二度ではありません。冗談のようですが本当です。読めなくても恥ずかしいことではないのです。そしてもう一つ、書作品によく漢詩を使います。皆さん英語の歌を歌うときに意味もわからないけどカタカナで覚えて歌ったりしませんか。外国語が書いてある T シャツはたくさんありますが、全部なんて書いてあるのか理解してきていますか。意外に意味など関係なく色や雰囲気でかっこよく感じて選んだりして自由に着てるでしょ。これが2つ目のポイントです。展覧会も実は同じです。大切なのは雰囲気を感じること。読めたら楽しいですが読めなくても問題ないのです。かっこいいなとか綺麗だなとか、もしくはこの字の雰囲気は嫌いとか好きとか、そんな風に見てみてください。あとは額との組み合わせや使っている紙とか文字ではないところにも見どころはあります。自由に感じてみてください。私は他の回の書の展覧会とか絵画や陶器展でもそんな風に見ています。読んだりすることもありますが自由に鑑賞しています。そしてとても大切なことは会場の雰囲気に飲まれないようにすること。周りにいる人たちがみんなその道の専門家みたいに思えたりしますが、そんなこともありません。肩肘張らずに気楽にご覧になるのも大事です。後で感想など言えなくてもいいのです。もちろん言えたらそれに越したことはないですけど、私からのご提案は気楽に自由にご覧ください。街中でもいろいろな展覧会がありますが、5分ぐらい時間があったらちょっと覗いてみるのもおすすめです。離れします。芸術の秋と言いますね。季節に関係なくいろいろな展覧会がありますが、秋は精神の奥の方に物事が染みてくる季節です。読書やスポーツ、そして展覧会など実りある秋をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。